百人一人六十68、参上院の歌です。心にもあらで浮世に流らえば、恋しかるべき弱の月かな。歴史的かな遣いです。3組を見ましょう。ながら、え、ば。続けます。恋しかるべき弱の月かな。 作者である三三条条院、そう三条天皇のことです天皇であったのは5年それが藤原の道長の圧迫により上位することになってしまいました位を譲って間もなく亡くなっていますこの歌は五周儀和歌集に収められています言葉書きを見てみましょう「例ならずおわしまして」 ご病気でいらっしゃって、暗いなどさらんと、天皇の暗いなど去ろうと、おぼしめしける頃、思ってらっしゃった頃、月の赤かりけるをご覧じて、月が明るかったのをご覧になって読んだ歌がこちら。さあ、礼ならずとありますね。これは病気だという意味なんです。覚えていますか百人一周。 56の泉式部の歌その,こその言葉書きの中に心地霊ならずはべりける頃とありましたよね体の調子が悪い具合が悪い病気だという意味なんですね、えー、三条天皇はお目が悪かったそうです目が悪いことによって悪い噂を立てられてしまいそのせいでさらに病がちになったと言われています 体調だけではありません。えー、三条天皇は、霊勢天皇の代理王子として生まれましたが、皇太子になってから25年間も蔵につくことができませんでした。その時代はちょうど藤原道長の時代です。道長によって、断るごとに圧迫を受けていました。まだあります。その天皇の期間であった5年の間に、 御所が2回も火事になってししままいましたこういったさまざまなことが原因となって暗いなどさらん天皇の位を譲ってしまおうと考えるようになられたようですそして「月の明か,かりける」「月の明るい夜」とありますがこれは冬の月だったといいます。である中宮に向かって このように歌を読みかけられました。さあ、この百人一首を学んでいくにつれて、私たちがもう一つ知っておきたいエピソードがあるんです。それは、63、左京の内部道政の歌、覚えているでしょうか。えー、西宮であった当時内親王と藤原道政の恋。 それを当時内親王の父親である天皇が引き裂いたというお話でしたがその引き裂いた天皇こそが三条天皇だったんですもちろん当時内親王にも道政にとっても気の毒なお話ですが三条天皇としてもやはり苦しい葛藤があったことと思いますこのような様々なエピソードを持つ三条天皇天皇の位を降りてしまおう と思っているぐらいですから、何か思い詰めています。それがこの歌にもよく出ています。心にもあらでここまでです。中途半端なところだなと思うかもしれませんが、訳を考える上ではここがちょうどいいんです。なぜなら、このでは接続助詞ので。そのでの前の言葉、あら。 とありますね。これは未然形です。そのことも踏まえまして、何々ないでと訳すんですね。百人一首六十三まさに藤原道眞の歌の中にも人づてならでと言ってなら、での同じ用法のでが出てきています。では、この歌の始まりは心にもあらで。自分の心でも。 ないと言っていますから自分の意思に反してと訳すことができます続けますよ浮世にとありますね浮世って何でしょうか漢字で書くとこのように浮世となります悲しみや苦しみに満ちたこの世です一緒に3句目も見ていきますよながらえば はい、接続助詞が出てきましたバーです接続助詞が出てきた時はその前の言葉の形に着目するんでしたよねながらえは終止形ながろうですその未然形なんですねですから未然形接続のば訳し方は覚えているでしょうかはい、もし何にならばなんですね、将来を こう想像したりとかもしこのようなことになるならばと加点をしていることがわかりますそれでは神の句このように訳します心にもあらで自分の意志に反して浮世に流れえばこの悲しみや苦しみに満ちたようにもし生きながらえていたならば恋しかるべき世はの月かな べき助動詞ですね水量の助動詞ですいくつか意味がありますが今回は水量そのままで構いませんですから何何だろうと訳せますただここで気をつけていただきたいのは水量の助動詞のべし 同じ推量の助動詞といえば、無があったことを覚えていますよね。その無よりも、このべしの方がニュアンスとして強いんです。無とべし同じ推量ではありますが、意味は少しずつ異なります。ですから、その違いを出すために、何々に違いない、確信を持っている推量だ、というこちらの訳で、 考えていきたいと思います。恋しかるべき。きっと恋しく思うに違いない。弱の月かな。弱の月かな。この夜更けの月であることよ。美しい月を眺めながらも、それを見上げる三条天皇の心の絶望というのがよくわかってきます。さあ、浮世に流らえば、 この悲しみや苦しみに満ちたように、もしこれからも生きながられていたならばと言っていますが、三条天皇上位して三条院になられてから間もなく亡く,くなってしまいます。私たちは歴史の授業なので、藤原の道長についてよく知っているはずです。どのような政治を起こった行ったのかも知っているはずなんですが、その陰で、 影響を受けて苦しんでいる天皇がいたということも心に留めておきたいですね。このお話は、歴史物語である映画物語にも描かれます、えー。宇田天皇から堀川天皇までの約200年間の時代を歴史的にまとめた物語なんですが、特に藤原道長のその映画、 賞賛することに焦点が置かれています。実はね、百人一首六十三の左京の大部道正と当主内親王のあのエピソードもこの映画物語にはありますよ、えー。高校生の皆さんは学校の問題集などで読まれることもあると思うんですけれどもぜひね、ご自分でも手に取ってこの2つのエピソードを読まれるといいと思います。それでは最後に決まり字です。 心にと読まれれば、恋しの札を取りましょう。心にもあらで浮世に流らえば、恋しかるべき弱の月かな。百人一首、六十八三条院の歌。以上です。